好きなものは飛剣ツバメ返し、特技は飛剣ツバメ返し、趣味は飛剣ツバメ返しです。わかりました。私の名はセラフィムです。いよいよもって変態なんですね。ヘルサイズ殿に心当たりは、あ、もうすぐお昼ですね。お寿司にしましょう。歩夢のツケで。これも私宛に送られたものですよ。まったく、このメガネで一体何を見ていたのですか。気持ち悪い、粗末で猥褻な人ですね。ああ、間違いました。気持ち悪い、粗末で猥褻なクソ虫ですね。気持ち悪い、夢の中にまで侵入してくるとはクソ虫にも程があります。こんな産業廃棄物と契りを結ぶことになり、メイルも気の毒です。甘いですよ、ドーン。危険ツバメ返し、やるな葉っぱの人。あなたも良い立ち筋をしていますね。プリンは私のもんだ。それはこちらのセリフです。渡すか、もともと私が目つけたんだ。あなたに、プリンはまだ早い。ホワイトパンティ、ところで聞きたいのですが、どうしてあなたはここに居座っているのですか。わかりませんね。一階のゾンビにそんなことができるのでしょうか。ご主人様、朝ですよ。ご主人様の背中大きいですね。気安く近寄らないでください。ええ、まあその程度です。名はメイルシュトローム、吸血忍者ですが、私とは敵対している革新派閥に属しています。お、では私もこの底抜け変態クソ虫な、お断りします。このクソ虫が、にゃあ、まさか歩の使った湯に入らされたのですか。血の汗をかいたカバが入った後よりも気持ち悪いです。1000回も福引き回したんですか。何がですか。相川歩史上最大、鼻の下が伸びていますよ。気持ち悪い、ザ気持ち悪い。異常性犯罪者の目をしていますよ。キモさ投射費 200% アップです。誰がメス犬よ、人をちょくりやがって。私はそんなんじゃないんだから。なんだ、生きてんじゃん。知らないよ。ほら、山野辺さんしばらく見なかったからさ。みんなてっきり例の事件の通り魔にやられちゃったのかと思ってたのよ。ねえ、なーに委員長。そういえば前の理事長が失踪してから事件が起きるようになったよね。これって何か関係あったりして。抜け駆けすんなよ、ズーズーしい。自分らの立場分かってんの。このチビ、ちょっと可愛いからっていい気になるんじゃん。で、こら待て、うわっ、うわっ、うわっ、なんで、この人何か引っかかってて。無能なら無能らしくおとなしくしている。ちょっとたったいまなんてね。ああ、晩飯買うの忘れたよ。最低。またポッチーでいっか。ってあれ、電気がついて。うわあ、なんで、知るわけないでしょ。先行に難しい問題出せってミユリが言ったんじゃない。オリベ、留学生を面倒見てたら立場が良くなるとでも思ってんの。どんな風に取り入ったか知らないけど、うまい手を考えたよね。お友達も急に転校しちゃったから寂しいもんね。案外おかしな事件に巻き込まれたんじゃないの。あんたとつるんでたから、ね、友達じゃなかったんじゃない。何よ。さあね、興味本位じゃない。その瞬間、私の体に電撃が走った。
誰にも知られてはならない秘密。はあ、いきなり何なのよ、ふざけんな。キャーン。桜彩学園生徒会快速一つ、姫ごとも全て報告せよ。私たちには永遠があるの。永遠が。彼女は重いジョークが好きなんだ。ちなみに私はノーマルだ。うん、ここが京都か。京都といえば金閣寺、二条城、嵐山、そして多くの伝統と歴史の町、そして大人の遊び、これは外せんな。そう、本音を言うとやるよりやられる方が興味津々だ。目が回るのが少し怖いのだが。ほう、一枚ずつ脱いでゆくあれだな。これあああああ私のだわ。普段家ではつけてないからうっかりしちゃった。その方が育つのか、その方が育つのか。答えはイナだ。一見無秩序に見えるこれにもルールは存在する。まずは宿の人に迷惑をかけてはいけない。そして消灯時間はきちんと守ることだ。では用意はいいか。西軍対東軍、枕投げ京都初夏の陣開始。アリア、親友だからって容赦しないぞ。鳥に腹を立てても仕方ないか。今だ、アリア。鳥ダメージ減ったぞ。クラッチマナー。すまない、祖母がお世話になった方をひったくりと見まがうとは。ちょっとうっかりしただけ。いやー、だんだんだな、おい。遊びて、ジュン君遊ばれちゃったわけ。ひどい。どこまでま…何をする、離せ。誤解だと、こんなにも、そして今も私を恥ずかしめておいて。だからそれが恥ずかしめだと言ってるんだ。あ、私は何を考えているのだ。なんたる屈辱か。貴様、どこまで私を恥ずかしめれば。見つけたぞ、貴様。ごめん。で、何をやっている。どけ貴様、どんな女にでも手を出すのか。あったんだ。そんなことは分かっている。初対面の女でも口説くのかと言っている。どけ。どきません。どけ。どきません。ならば。ご忠告痛み入るわ。私の方も今度こんな真似をしたら、その時は躊躇なくやらせてもらうから。そのつもりで。おはよう。現実よ、あなたの体験したこと全てね。私はリアス・グレモリー、悪魔よ。よろしくね、兵道一世くん。あ、お腹平気？刺されたとこ。意外なほどあなたの体って頑丈ね。致命傷だったのに、たった一晩で治療できたんだから。止めてくれない？言ったでしょ、あなたを治療するために魔力を分け与えたのよ。裸で抱き合ってね。裸で抱き合大丈夫よ、私はまだ少女だから。